シャドウ発見。 やった、階段だ。
める奇襲よ。今よ、逃げて。や
は一体だよ。頑張れ。頼むぜ。やだ、増えた。たくもシュウ先輩、ペルソナが封じられてるよ。先輩、いい調子。敵二体撃破だよ。いざ、今の相手、みんな準備 OK？ イエース、オッケーよ。いけー、ぶっ飛ばしちゃえ。敵は一体だよ。止まれ。手にヒット。よし、みんな気合い入れて。気合い満タン、準備よし。イエーイ、ゴーゴー。敵3体、頑張って。かばくなー、ファイヤー。勝負、ペルソナ。マジかよ、効かねえのかよ。先輩、いい調子。敵二体撃破だよ。こいつ何？敵が増えたよ。敵残り二体、油断しないで。先輩、素敵！やるな、相棒！いいぞ、先輩！もっとやっちゃえ！弱点にヒット！イエーイ！先輩、乗ってるね！花村先輩！おいしいとこ持ってく気？立ち直った。早くやっつけて。こいつ何？敵が増えたよ。ドラ！頼むぜ！ペルソナ！知恵先輩ったら。
な。先輩素敵。ラボナイス先輩。頼むぜペラスナ。シャドウ！敵は4体だよ。今よ、逃げて。敵発見！注意するコマ。見て、あれ、誰かいる。誰？その声、マリーちゃんか。すげえ探したぜ。つか、なんだよその格好。どうしちまったんだ。来ないで。そうだよマリーちゃん、私たちあなたを迎えに来たの。
一緒に帰ろう。帰る場所なんてない。何も分かってないんだね。おめえその面信じらんないよ。なんで来たの？どうして？聞いて、マリーちゃん。どんな記憶が戻ってどんだけ辛いか私たちには分かんないよ。でもこんなとこに閉じこもったって何もいいことないって。おせっかいって分かってる。でもあなたの力になりたいの。本当おせっかい。私が危ないって思ったんでしょ。シャドウもいるし死ぬかもって。それでいいの？ここはお墓だよ。私のお墓。君たちが思ってる通り、私はここで死ぬの。うん、先輩の言う通りだよ。そんなの絶対に許さないから。うるさい！何も知らないくせに。マリちゃん。マリーなんて私の名前じゃない。思い出した。全部思い出したよ。私の本当の名前はね、くすみの狼。君たちは戦ったんでしょ。国のさぎりや雨のさぎりと。私はあいつらと同じ町を霧で覆った君たちの敵だよ。マリーちゃんが私らの敵？嘘でしょ？マジかよ。国のさぎりに雨のさぎりっつったらあん時の。クマも覚えてる。クマ、アタッチーと生タメって人から出てきたやつら。クマね。それがてめえの思い出した記憶だっつうのかよ。そうだよ。人の世界に紛れて人の意志を感じて人世の望みをサギリたちに知らせるのが私の役目だから。私だけ人の姿。記憶はなくても体はずっと機能を果たしてた。君らの言葉で言うとスパイってやつだよ。自分でも知らないうちにスパイさせられてたってこと？そんな、ひどい。分かったでしょ。それにね、いいこと教えてあげる。私が死ななきゃ君たちの世界は消える。だからこれ以上来ないで。マリーちゃん！俺らの世界が消える？どういうことでしょう。彼女が足立さんや生為から出た怪物たちの仲間だということは分かりましたが、彼女が堅くなに閉じこもる理由がそこにあるのかもしれませんね。そんなこと言ってる場合じゃないって。あの子やっぱりここで死ぬ気だったじゃん。このまま放っといちゃやばいよ。ええ、どちらにしろこのまま放ってはおけません。先を急ぎましょう。
体力ともになし。Thank you.